こんにちは。前回に引き続き、戦艦ヤマト46センチ砲を使った実験をしていきます。今回は、現代戦車に46センチ砲弾が命中するとどうなるかを検証していきたいと思います。ただし、現代戦車は46センチ砲弾が直撃しても、装甲を貫通しないと仮定します。どういうことかというと、理論上、46センチ砲弾の運動エネルギーは、現代戦車を900メートル上空に持ち上げるほどのエネルギーを持っています。つまり、弾が貫通できなくても、吹っ飛ばすことが可能なのです。ちなみに、セラミックなどを使った、現代戦車の装甲で、ヤマトの主砲弾を耐えられるかはわかりません。何か知っている人がいたら、コメント欄で教えてください。ユニティという物理エンジン上で T90 戦車、46.5 トンに搭乗いただき、そこに46センチ砲を直撃させ、吹っ飛んでいただきます。では、吹っ飛ばしてみよう。まずは、3万メートル地点。戦艦ヤマトの主砲弾は3万メートル地点に、落角 31.4 度、速度 475m/s で着弾します。本チャンネル独自の計算では、発射からおよそ55秒で着弾すると計算しています。そろそろ、弾が飛んできました。ダンチャーク、今、吹き飛びましたね。実際だと地面にも大穴が開いていたはずです。次は、2万メートル地点、落角 16.5 度、速度 521m/s で着弾します。およそ32秒ほどで着弾すると計算しました。距離が近くなればなるほど、砲弾の速度が残っているので、着弾時のエネルギーが大きくなります。ダンチャーク、今。最後に、5000メートル地点。落角 3.3 度、速度 690m/s で着弾します。およそ7秒ほどで着弾すると計算しました。最大射程4万2000メートルの46センチ砲からすると、かなり近距離に感じますが、戦車同士の交戦距離はこれくらいでしょうか？ちなみにヤマトの15メートル速距離では、5000メートルより近いところは照準できないそうです。ダンチャーク、今。いかがだったでしょうか？今後、シミュレーションしてほしいことがあれば、コメント欄でぜひ教えてください。